はい、ミンゴルファー雪村です。3月の19日、今夜の22時ぐらいですかね。ランキングタウンとやっていきたいと思います。もう家に帰りまして、今、ビールを飲みながらですね、ランキングタウンと始めたんですけども、今日帰りにファミリーマートでつまみを買ってたんですね。そしたらレジの横にですね、プレモル2缶と、あと紙泡サーバーというおもちゃ、多分泡が作れるっていうおもちゃだと思って、まあ買ってきたんですけども、まあ、最悪な目になっちゃいました。まあまたそれはこの動画のところでお見せできるようだったらまた出そうかなと思います。はい、ということでビールを飲みながらのプレイですので、酔いながらのトークになってます。もう適当なこと言ってるかもしれませんので、聞き流していただければなと思います。さて、最初のホールのティーショットですね。8ヤードを上げてて、さらに向かい風ですね。ちょっとパワーが足りないですね。ちょっとパワーモードで強めに打っていきたいと思います。で、今回もカクテルボールと門松ですね。で、最近この左打ち、まあ、いわゆるスパイラルですね。の、まあ今でもブレをですね、まあ避けるためにその方法でやってるんですけど、今やっぱ3、4メーターぐらいブレてましたね。やっぱり門松のブレは出るときは出るっていうことですね。ちょっとすいません。なんでやねんさん、ちょっと見えません。はい。ちょっと見えません。はい。ありがとうございます。さて、この芝ですよね。どこから早まってるのかな？どうだ？ああ。カップ過ぎてからが多分早いんですかね。ちょっと見過ぎちゃいましたね、フックを。うわぁ。もう最初から落としちゃいましたね。ここでイーグルを取れないということは、5アンダーは取れないと言っても過言ではないでしょう。はい、ということで、さあ、セカンドホールに向かいます。まあ、ひとまずは、もう一回5アンダーを取ればですね、15アンダーになりますので、まあ、そこまでちょっとチケットを買ってでも、今日15アンダーまで持っていきたいなと思いますので、5アンダー出るまでお付き合いいただきたいなと。ということで、長丁場になるかもしれませんけども、お付き合いください。はい、ということで2番目のホールのティーショットですね。まあここはですね、ここも、左打ちですね。門松のブレ回避の左打ちです。はい、今回はいいですね。ということで残り229ヤード 5.8 ヤード打ち下ろしですね。一マス、どうですかね。角度的に一マスぐらいの左ずらしですかね。はい。で、ここでスパイラルで3番アイアンで狙っていきたいと思います。ちょい弱めぐらいですかね。難しいな。どうだ？おお、チップインアルバトロスが出てる。素晴らしい。私も当たればそうですよ。当たればですか。おお、来た！今、ダイレクトですかね。あ、でも、アルバトロスの下にスパイラル ×0 っていうのがありますけど。ん？今のはスパイラルなのか。でも、2番してから入ってましたもんね。まあ、ダイレクトに見えましたけどもね。まあ、ちょっと、スローモーションで後から、お見せできるように編集で処理したいなと思いますけども。おお、来ましたね。私1番ホールか3番ホールで最初にチップインが出ると思ったんですけど、まさかまさかのロングホールで出ましたね。アルバトロス。わあ、素晴らしい。今のは、スパイラルという風に出てましたが、かける0っていうのはおそらくピンに当たってないか、ピンに当たってたとしても、それが低すぎて計測不能だったのか。まあ何しても、スパイラルのポイントは0でしたね。2番したからなのかもしれませんね。ただ2番したら、スパイラルは発生しないっていう情報は入っていますので、ちょっとよくわからない状況ですね。ただスパイラルって文字出てましたもんね。一番最後の行に。まあちょっとどういう状況だかわかりませんけども、アルバトロスだけは事実ですね。ということで、物理的スコアの4アンダーになりましたね。いやー、最初のホールが悔やまれますね。もうあのフックラインを外すっていうのはやっぱりまだまだ鍛錬が足りませんね。
さあ、でもここも狙えますよ。いいピンの位置ですね。ここは狙っていいですね。いいピンの位置です。多分これ一番優しいピンの位置じゃないかなと思いますけども。はい、この上の段のところの中腹にピンがありますね。あとはグリーンまで届かないとまずいので、ちょっと強めにスパイラルですね、ここも。よし、来た。じゃあ、ストインバックとしたぞ。当たればスパイラル。当たればスパイラル。2回連続のチップイン。来るか？来る？コーナーいいか。ちょっと右か。惜しい。3メーターの風だったんですね。いやー、まあでも余裕でバーディーということで、ニアピン圏内に入ってますしね。いやー、ボーナスポイントは伸びてると思いますね。まあ、2万はもう、この段階で2万超えてますもんね。まあ、2万2000、2万3000近くまで行く可能性が高いですね。いや、でもやっぱりアルバトロスはボーナスポイント高いですね。まあ、チップインっていうのもそうなんですけど、ボンボンボンと2000、3000っていうボーナスポイントが乗っかりましたもんね。あれ大きかったですね。さあさあ、ちょっと楽しみですね、ランキングが。まあ、ちょっと最初のホールを落としてしまったんですけど、最初の日に、しかもまだ今日ランキングトーナメント5回目ですか。の段階で、はい、両方と今取れましたね。ホールボーナス取れました。ということで、2万3000までいけそうですね。はい、1位で終了です。初日の段階でアルバトロスが出るというのは、あと残り6日間楽しみですね。はい、お疲れちゃんです。さあ、23,975 ですね。当然一番上に入りまして、ドン出ましたね。2142位の上昇。ついに3桁に入ってきました。517位ですね。まあまだ初日なんですけどね。まだ初日なので、まあ皆さんまだ参加しきってないという方が大勢いると思いますけども。まあ今の段階、初日の段階で15アンダー。そして私の中で6万から6万6000の間のボーナスポイントを取っていくっていうのがまあ目標の数値なんですけど、まあその今半分までこぎつけましたね。まあアルバトロスのおかげっていうのもあるんですけど、ということで、もう明日からはいよいよこのチップインをですね、取るプレーをひたすらやっていくというランキングトーナメントに切り替えていこうかなと思いますね。いやー、まさか、もう一番最初にバーディーでしたのでね、まあ2回目3回目のトライはもう当然確保してたんですけど、はい、ということで、4アンダー2回の5アンダー3回というのが、今日の結果ですね。うん。初日にしては上出来ですね。ここまで初日でいけるとは思わなかったっていうのが、個人的な感想なんですけどね。いやー、これでとりあえずチケット買わずに済みましたんで、コインは温存できましたね。まあそうですね。やっぱミッション達成、スパイラルショットを1回しようっていうことで、未だにスパイラルショットをやったことがなかったっていうのはこれでバレてしまいましたね、雪村。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。木村でした。